どうも、柳東ゴルフ TV プロゴルファーの柳東です。今回は、はい、今回は、ね、何でしょう。ゴルフやる中で、なんか、まあ、初心者とかって、やっぱ、形から入りたいみたいなタイプって結構いる、うん。はい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 。なんで、今回は、あの、矢野プロに、これができたら、かっこいい、その、ラウンド時の所作みたいな。はあ、ははあ、立ち振る舞い立ち振る舞い。あ、ありますね。なんかね、かっこいいかどうかわかんないですけど、明らかに、下手そうな動きとかってあるんで、強そうに見えるという。うまそうに見えるやつね。あの、結果別として、はい、ありますあります。早速いっちゃいますよ。はい。一つ目はね、ティーアップの仕方ですね。ティーアップって言って、あのね、スタートホールで、こう、ボール刺すじゃないですか。かっこ悪いんでいきますよ。見てくださいね。ごめんなさい。こういうのよくやってる人いたら申し訳ないですけど。こういう人がいますよね。僕よく見るんですけど、こうやってあの膝ついちゃう人とか。これブサイクなパターンですね。ブサイクっていうか、まああんまりうまそう、多分朝一で僕が一緒に回って、もしそれやられたらあんまうまくないのかなっていう。かっこいいのいきますよ。スマートなのは、こうティーショットなんでドライバー左手持ってるじゃないですか。でこのドライバーをこう支えにしてもらって、右足でもいいし左足でもいいんですけど、片足でこうティーをこう刺す。で構える。どうでしょう。まあそうですね。得意ですよね。まあこれ拾う時もそうなんですけど、これをやっぱりちょっと練習してもらって、一連の流れの中で、当然ねドライバーっていうのは左手で持っててもらって、初めからでもうティーをねこの状態にしとくんですよ。もうこう刺せる状態。みんな自分の順番になると、こうドライバーをここに置いて、こうポケットからこう、こういう人いません？こう。こうやってね。そうじゃなくて、もうこの刺す状態を作っておくってことですね。このポジションを作っておいて、で、この時に左手が開いた方がかっこいいかもしれないです。こうして、Tを刺す。で、後ろに立ってラインを決めて、で打つと、すごくこう、あ、この人ゴルフうまいなっていうか、かっこいいなみたいな。多分プロほとんどこうやってると思います。プロゴルファーでこういう人多分ゼロだと思うんで。傷ついちゃう人ってどういう意図があってやってるんですか。最近だと、その自分が打ちたい方向にこう線を合わせるために、はいはい、こう膝ついてこうやってラインを合わせる人とか、あとはまあ腰が痛い人とか。やっぱり一番かっこいいのは真後ろからですね。真後ろから来て手ついて、でこの状態ですね。でまずこれ覚えてください。これできたら、とりあえず、あれ、うまそうだなって絶対思われるんで、これやりましょう。二つ目はですね、バンカーの鳴らし方。入り方っていうのも当然あるんですけど、まあちょっと余談としてね、例えば自分のボールがあそこにあったとして、一番近いところってここじゃないですか。でもここってすごい急なんですよ。で急なとこってやっぱ入っちゃいけなくて、バンカーに入るときにまず一番低いところから入ってもらいたい。まあここだったらまだいいですかね。まあ、理想を言えばそっちなんですけど、一番ダメなのがもう何も考えずにダダダダダッと来て、もうこんなところからがっつりこうこんなになって入っていっちゃったら、もうマナーも良くないし、まあ、格好も悪いし。ゆとりを持ってですね、まあ一番低い場所を探して、まああえてちょっと一番遠いところから、この辺ですかね。まあここが一番緩やかなんで、この辺から入っていって、まあ打ったとしましょう。ね、これをもう打ったと、こうやって打ちましたと、足跡をね。で、鳴らし方です。多分普通の人はこれバンカーの鳴らす霊気って
こう鳴らしやすいようにこのトゲトゲあるじゃないですか。ただ皆さんね、こうやって結構こう耕す系でザクっていっちゃって引いて、ザクっていっちゃって引いて、こういう人が多分多いと思うんですよ。やっぱりあんまりこうバンカーって次入った人のためもあるんですけど、砂なんでなるべくこう平らに動かしてあげるね、こうだから向こうから書くだけじゃなくて、できた山を今度手前から向こうに押してあげたり、でこっからですよ、こっからです。さらにかっこよく見せるためにはこれをひっくり返します。ひっくり返すことによってさらにこの綺麗な状態、わかります？作れてますね、これ見えますか、これですよ。こういう風にバンカーをですね、綺麗に両面をしっかり使ってこう鳴らせる人っていうのはですね、すごくこうマナーもいいですし、ゆとりもありますし、とにかくかっこよく見えるということでですね、その2はバンカー冷気をですね、両面使ってなるべくこう、まあここまで綺麗にする必要はないですけど、ちょっとやってあげるとですね、あ、この人できる人だなと、かっこいいなって絶対思われるんで、両面使ってなるべくね、こう綺麗にできるようにしましょう。3つ目ですけれども、これはですね、待ってる時のポーズですね。ポーズというか立ち方、人が打ってる時に、待ってるんですけども、まああまりかっこよくない待ち方はこうだったりとか、こうだったりとか、あとはこうだったりとか、こういう人もいるかもしれないですね、たまーに。でも一番かっこよく見えるのはこうです。こうです。矢野さん、基本姿勢多分ね、これプロゴルファー全員これだと思いますね。確かによく見る、そう、これ左手でパターを支えにして、足はこうだったり、まあこうだったりどうでもいいんですけど、こうやってやっぱりみんな待ってますね。ゴルフ上手い人、やり込んできてる人たちは、まあ逆でもいいですけど、このパターンですね、結構体重が、まあグリーンを傷つけない程度に左にちょこっと乗ってて、でこれでこんな感じ、こんな感じの人が多いかな。これアイアンとかでもクラブでもそうなんですけど、ここ一本支えにして、まあ、こうやってあげるとすごく楽なので、これもぜひ取り入れてください。個人的に、はい、かっこいいなと思うのが、まあ、矢野プロもそうなんですけど、街の姿勢からボール動き出した瞬間歩き出す、そうですね、やっぱりとにかく人が打つときっていうのは微動だにしちゃダメなんで、ただそうは言ってもゴルフってプレイファーストって言って遅くなっちゃいけないんですよ。で、人が打ったらもうどんどん自分のやらなきゃいけないことをやっていかなきゃいけないので、打った瞬間にも僕ら動き出して自分たちがやらなきゃいけないことっていうのを全部やるんで、もうそれは癖ですね。で、あとは人の視界に立たないとか、だから無意識にこうどんどん自分のこうポジションを変えていく、人の視界に入んないように、これとかも結構大事なことで、パッティングしててちょろちょろね動いちゃったりとか、例えばこっからパターするじゃないですか。で、パターするときにもうこの辺にいる人いるじゃないですか。そういうのも格好悪いですね。立つ場所もやっぱり結構意識してもらって、基本的には真ん前か真後ろが絶対見えないんで、まあ、帽子かぶってればですけどね、もうここはもう絶対見えるんで、その辺も外してもらえるとさらにグリーン上はいいかもしれないですね。かっこよく見える所作ということでですね、3つほど挙げさせてもらったんですけども、特にバンカーのやつはね、プロゴルファーのプロキャディーさんも実践してる、あれは素晴らしいことなので、ぜひ、取り入れてもらって、まあドライバーとパターに関してはお任せします。
コメント欄とかで、はい、あの皆さんが思うこれかっこいいよねっていう。ああぜひぜひ。そしたら僕それやってみて本当によかったら取り入れます。あ、じゃあツアーでやってる姿、はい、はい、教えてくださいぜひ。今回の動画見ていただきましてありがとうございました。どん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 、ね、コメント欄にですねやってほしいことを書いていただければ、随時いろんなことにトライしていきますのでよろしくお願いします。チャンネル登録とですね通知もオンにしていただいて次回もお楽しみにしてください。